君、今回が初めての乗車なのにどうして私を案内してくれないの？ちょっと七し人のおもてなしにそぐわないんじゃない？ほら、ただの冗談だからそんな顔しないで。請求列車に乗ったカンパニーの社員は多分私が初めてじゃない。開拓のアキビリが生きていた頃はカンパニーと七し人が協力することも多かったんだって。それから取締役会が大金を注ぎ込んで列車を貸し切りにしてカンパニーの事業の一環にしようとしたけど、全ての提案が拒否されたって話も聞いたことがあるよ。ここだけの話、拒否したのは英断だと思う。この宇宙にとって資本は欠かせないものだけど、もし世界中のありとあらゆる物事が資本に支配されたら、この話は少しもロマンチックじゃなくなっちゃう。君もそう思わない？ところで、乗車するのに何か手続きって必要？契約書にサインする？保証金を払う必要はある？保証書くらいはあるよね。全部必要ないの？はあ、面白い。純粋な個人の信用に基づく協力関係がこんなにうまくいくなんて、すごいよ。